大阪市立住まい情報センターは、住宅や住まいに関する相談業務や、大阪市の住宅施策に関する情報など、住宅に関する各種情報の一元化による市民サービスの向上を図る、住情報プラザを開設するとともに、大阪の都市居住文化の継承、振興や、住む街大阪に対する愛着とイメージアップを図るため、住まいと暮らしをテーマとする、様々な人々の出会い、 学習、楽しみの場として、住まいのミュージアム、大阪暮らしの根尺館を開設している、大阪市の行政施設である。大阪メトロ、天神橋筋六丁目駅から、すぐの大阪市立住まい情報センタービルの3から5階、8から10階にある。4階住情報プラザにおいて、相談員が窓口または、電話により住まいの一般相談を受けている。住まいの一般相談では、 大阪市を中心とした公的賃貸住宅などの住まい探しをはじめ、賃貸借、売買、建築、送林、分譲マンション管理など、住まいでの方からの相談に対応している。相談員が相談内容を聞き、問題点の整理、解決のために必要な知識や情報を提供している。一般相談では対応できない専門的な内容については、 定期的に専門家相談を開催している。市民の方々のより、良い住まいづくりや暮らしの実現に向け、住まいに関する情報や知識を自発的、積極的に広く入手できる機会を提供するため、様々なテーマで、セミナー、講演会、シンポジウム等を開催している。住まいや大阪の生活文化に関する図書、資料、雑誌等を揃えたライブラリーを4階に設置している。 スマイ情報センターを拠点に、スマイ、ちづくりに取り組む、まちづくり団体、専門家団体、学識経験者等との共同、交流を促進する、スマイ、ちづくりネットワークを形成し、様々な取り組みを進めている。三階ホール、五階研修室では、スマイ関連の催しを中心として、イベントやサークル活動、会議、展示など幅広く市民の方々や各種団体等への、 貸し出しを行っている。大阪暮らしの根弱感を参照の今年内の物件情報や住まいに関する相談に対応。住まい関連の蔵書を集めたライブラリーもある。住まいに関するシンポジウム等を開催するほか、市民や各機関、団体の方々のご利用も受け付けている。江戸時代から昭和までの大阪の住まいと暮らしの歴史を体感できる。 大阪市の住宅施策2016、ABCDE 大阪市住宅供給公社、アクティオ共同事業体。大阪市立住まい情報センター平成29年度事業報告書。 h t t p s w w w c i t y o s a c a l g j p t o s h i s e i b i c m s f i l e s c o n t e n t s 0 0 0 0 4 0 9 4 0 9 1 2 4 2九 h o u k o k u s y o p d f 2 0 <music> 1 9年9月14日閲覧 大阪市の住宅施策 2016P14 大阪市立住まい情報センターホームページありがとうございます。